さあ先頭はエイシン・カオルーンだ。エイシン・カオルーンが先頭、うち盛り返してくる2番のルミアージュ、依然2頭並んでいる。この2頭の外に6番タガノレイサッシュ、さらに追い込んでくるのはどうか、間9番エイブドラえもん、そして5番のディアリバルも差を詰めて残り200を通過して依然2頭並んでいる。2番ルミアージュ、14番エイシン・カオルーンに外からディープストーリー、さらには8番の競泳リリック、競泳リリック、ルミアージュ、ディープストーリーが間から抜けてゴール。2着8番競泳リリック、3着2番ルミアージュ。コーナーから直線に向きます。9番トリガー逃げてリバシンのリード、追ってくる名将エゾフジ、内を狙ってくる東海プリーズ、外からはダイワユニティが追い込んで、さらに外からはサダムロードショー、あるいは6番ゴールドテーラーも追い込んで200を切りました。9番トリガー逃げるリバシンのリード、ダイワユニティ、さらに外から6番のゴールドテーラーも追い込んでくる。6番のゴールドテーラーかわして前に出ました。先頭はゴールドテーラー、ゴールイン。2着は5番のダイワユニティ、外から最後追い込んだ4番サダムロードショーが3着です。クマビエン先頭に変わります。食い下がる7番東海インパルス、この2頭に2馬身差叩いて、6番名将ソラーレがじりじりと前に迫ってきます。あとは8番将軍、2番ワースムーンが3番手の一戦で200を切って坂を登ります。抜け出した13番クマビエン、後続との差を3馬身4馬身広げていきます。2番ワースムーン、8番将軍、これらが2番手争い前へと迫っていきますが、まだ差があります。13番トゥバビエン先頭、トゥバビエン先頭でゴリ。2番ワースムーン2着に上がって、8番将軍が3着です。直線コースへ向かって残り400を切りました。将軍が差を広げにかかります。リードを2馬身から2馬身半、その後ろ追ってくるタイムアラウド、やや外から追い込んでくる。その後追い上げはどうか、馬陣が馬群の中から、外からはブルーボリウッド、1番外からは7枠2頭、カミングアップランドマーキュリーも追っていますが、逃げる逃げる将軍、リードは4馬身から5馬身、独走態勢に入りました。タイムアラウドが2番手、3番手に上がってブルーボリウッド、先頭は4番の将軍、将軍逃げ切ってゴール。2着は14番タイムアラウド、直線に入りました。9番帝王ダンシング並んでいって、2頭の外から5番の将軍差を詰める。内にコースを取ったのは1番の大勢ローマン、その間から4番平牧ジャパン、2脚を追加、その外から追い込んでくる3番タイガーシード、先頭9番の帝王ダンシングが立った。そして外から5番の将軍が2番手から前に迫ってくる。3着争いは外から3番タイガーシード突っ込んできた、将軍捉えたか、将軍キャッコールイン、並んでいます。5番の将軍外から、内9番帝王ダンシング、ハイランドジャガー1段になって4コーナーカーブから直線コースに向かいました。その集団に追いすがって16番のタガノプリンス、外に出して追い込んできます。しかし先頭は変わって将軍、将軍先頭で残り200を切りました。リード1馬身、外から懸命に押して9番のハイランドジャガー、大外からグイグイと16番のタガノプリンス、今3番手から2番手先頭を追っている。8番将軍、8番将軍、わずかに先頭が通り前の争いですが、スワーブカイザーの外から並んでいった7番のプリンサム、直線コースに入りました。うちは1番のビーチブレイブ、その3頭の外から10番ディアブルーダー、さらに外から12番のマルケサスの追い込み、200を追加、スワーブカイザーが粘っているが、外からマルケサス、今2番手、3番手から2番手にディアブルーダーも並んで前に迫ってきた。2頭が並んでスワーブカイザーの外から並んでくる、前は3頭並んだ、ゴールイン。粘るスワーブカイザーの外から2頭が合わせ馬、